ておりましては、青年塾時代の私は次長、小泉信者職長でございます。一緒に南大東島に向きました。沖縄を本当に知り、そしてまた沖縄の離島を含めた県民の気持ちを知ってこそ、日本の国政であるんだということを一貫して主張しております。小泉進次郎政務官も激励に似ております。娘に一言、私の衆議院の沖縄一区はもともと公明党の平田太一先生が議席を守ってきた平和の議席でもあります。こちら私は自民党の公認地でありますけれども、選挙区は国馬、そして比例区は公明、どうかこれを徹底して支援される皆様にもお願いをしたいんです。歴史や伝統文化自然を尊重する保守の政党である自民党と大衆とともに、平和を大事にしている人権、みんなの声を重んじる公明党、この組み合わせが沖縄の発展と日本の振興に必要でございます。選挙区の国馬、比例区は公明、これをよろしくお願い申し上げまして、私からの皆様への決意表明とお願いに対させていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。徳間幸之助本人でございました。よろしくお願いします。徳間幸之助と小泉進次郎がこれから手を取り合って一緒にやっていくんですよ。新しい沖縄で見たくないですか。小泉進次郎とタッグを組めるのは徳間幸之助だけなんですよ。皆さん、新しい沖縄で新しい日本、この二人に立ちそうじゃありませんか。皆さん、ありがとうございます。徳間幸之助、よろしくお願いいたします。それでは